ばいやばい、マジで。ほら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 、10匹ぐらいおる。ここに寄ったと。うわ。やば。よっしゃおはようございます。おはようございますでもないけど、もう夕方けど。今日ですね、実はエギング来てるんですけど、松島っていうところに、まあ、車で渡って、で一泊してちょっとエギングしようかなと思ってたんですけど、なぜか今日フェリーが欠航してしまって、で急遽その松島の隣っていうのかな、先にある、先と大島、大島先とっていうところに来てるんですけど、で急遽4時ぐらいかな、4時ぐらいに、宿バーって探して、で取って、で取った宿が、こちらの椿の宿さんっていう、もう目の前が海の宿だったんですよね。もう超ラッキーというか、素泊まりね、ここなんか伊勢海老がめっちゃ美味しいらしくて、伊勢海老食べたかったんですけど、ちょっとね今回は時間が間に合わなかったんで素泊まりですけど、で、日没までちょっと日活りしてみて、明日の朝またちょっと朝まずめちゃんバン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 って釣って帰ろうかなという感じですね。はい、じゃあ頑張りますので最後までよろしくお願いします。頑張ります。よし、朝一、一歩目、ちょっと期待できそうですね。まあまあ、まだ朝まずめと言っていいでしょう。でもだいぶ7時半、日の出が7時ぐらいですね。ああ、一頭目、いやー、ワクワクするよね。さあ、釣ったか、青物ね。おめえらがいると釣れねえんだよ、イカが。あらまあ、おや。いい。二頭ぐらいしか釣ないけど。あれまあ、どうしよう、クス漏れちゃう。Ha ha!
く。最悪だ。わあ、べちゃべちゃ。冷たい。高いところにおるはずけどね、アオリイカ。やばいやばい、マジで。ほら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 、10匹ぐらいおる。やった、やったやったやった。ほら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 、10匹ぐらいおる。ここに寄ったと。やばっ、戻ろう。やば、あんま100匹いかんやろ、あれは。やね、結構でかいよね。ちょっと待って、ちょっと待って。ほら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 。ちょっと待って、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 ちょっと待って。でかいのおるよね。やば、やば、来たよこれ。ちょっとでっか、ちょっと目の前にめっちゃでかいイカの群れが。これはやばいぞマジで。ただこいつらがやる気あるかどうかですよね。よっしゃー、よっしゃー。来た。やっと来た。よしよし、そんな大きくはないけど。ちょ、食は一本やんけ。あ、大丈夫ですか、こっちにも。おお、うえー、あざーす。よっしゃ、やったー。あれ、大丈夫です、はい、いやー、来た来たね。やっと来た。そんな、ほら、でっかくはないけど、やっと来た、やっと来ました。一日しゃくって、もうしゃくってしゃくってしゃくりまくって、もうしゃくってしゃくってしゃくりまくって、ようやく来た、目の前でいっぱい。いやー、こんがん嬉しかもんやったかね。もう他の2人はもう相手してくれないので。いやー、どうですかこれ、アオリイカ。
600ぐらいあるかな、500ぐらいかな。ね、大きいのがおった。まだまだ多分まだスイッチ入ると思うよ。いやありがとうございます。はい、お疲れ様でした。いやもう渋かった、渋かったっていうか大変でしたね、昨日から今日は。怒っとるし。いや昨日の夕方ちょこっと1時間ぐらいかして、民宿のところでして、で今日朝から7時ぐらいからずっといろんなところを点々としながらしたけど、もともとねそんなにエギングがね上手ってわけじゃないので、まあ、上手い人たちみたいにポンポン拾いはしないんですけど、まあ、なんとか移動してね、足で取ったもういっぱいでした今日は。いやめっちゃ嬉しかったね。なんでさなんでブワーって見たやん、最後にブワーってイカの群れ見てないよ。まあ、なんとかね600ぐらいのいっぱいだけやけど、なんとかすることができて、まあ、よかったと思います。またこれに懲りずに、下手くそでもいいならエギング動画、また次の動画も見てくれると嬉しいです。じゃあチャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。ではでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。